ートの地下にこんな仕掛けが。これは一筋縄ではいかなそうだね。注意深く行こう。火をつけられちゃったね。あの鳥をなんとかしないと。Thank you.
直接響くような。もしかして精霊の声？一息つけそうだね。
ようだね。情報記録用のモノリス、それもすごく古い形式のものだね。ストゥーパの地下にあるってことは、一体いつからここに。動いた。すごいね、まだ使えるみたい。これは？Thank you.
これはエタニアの建国譚。でも子供に聞かせる昔語りとはちょっと違うみたいだね。皇王はもともと大樹の近くに住んでいたはずなんだけど。果たしてどっちが真実なんだろうね。え？でもま、真実は物語よりもきなりって言うじゃない。私は信じてるよ。うんうん。こんにちは、お姉さん。もしかしてシアちゃんの代わりに私を探しに来たのかな。あなたは。そっか、かくれんぼの子だね。はあ、やっと見つけたよ。見つけたんじゃなくて、イオから出てきてあげたんだよ。ここまで来たってことはお姉さんもなかなかやるけど、まだまだ。そんなんじゃ私を捕まえられないね。イオちゃんって言うんだね。あれ、どこかで会ったことあるような。いくらかくれんぼでもこんな場所に入り込んじゃダメだよ。さ、一緒に帰ろう。お家まで送ってあげるから。いらない。私まだ遊び足りないし。でもそういうことなら、今日は噂のおてんば巫女様についてっちゃおうかな。丸一日楽しめそう。それはちょっと。で、あれ、連れて帰るならむしろ都合はいいのかな。でもこの後はあの剣士がいた場所を確かめないと。巫女様が悩んでる。まあどっちにしても地上へ戻る必要があるよね。イオちゃん、はぐれないようにしっかり私についてきて。あ、ちょっと待って。ねえ巫女様、あれを見てよ。あれあれ。あれは扉？なんだか気にならない？帰る前にちょっとだけ調べてみようよ。あのね、イオちゃん、でも正直に言うと私もちょっと気になるかな。この聖堂にはまだ奥があるのかも。少しだけだよ。たとえ奥があったとしても連れてはいかないからね。はーい、とにかく調べてみよ、巫女様。
部でまさか乾杯するなんて。ふふん、今日は私の完全勝利ってことで。こうなったら明日また勝負を挑ませてもらうんだから。もう二人とも本当に本当に心配したんだよ。もう少しで A 死体の人に探してもらうところだったんだから。分かったってば。ごめんごめん、つい熱くなっちゃってさ。まさかここまで大事になるなんて。でも心配してくれる人がいるってとても幸せなことだと思う。それを忘れないようにね、巫女様。はーい。ミーヤちゃんはあまりシーヤちゃんを困らせないこと。これからも仲良くね。分かってるって。私も今回でっこりちゃったし、シーヤを泣かせるのは新婚祭の怪談話くらいにするからさ。ミーヤちゃん。じゃあ私もとっておきの話を披露しよっかな。ムフフ。大昔から伝わるっていう不死の番人の話なんだけどさ。もう二人とも。巫女様、今日はありがとね。そうだ、これを持って行ってくれない？私とシーヤで見つけた宝物なんだ。いいの？そんなに大事なものを。いいのいいのね、シーヤ。はい、二人で探せばきっとまた見つかりますから。それじゃあ受け取らせてもらおうかな。ありがとう、ミーヤちゃん、シーヤちゃん。こちらこそです、巫女様。本当にお世話になりました。それじゃあ私たちはお母さんのところに帰るね。またね、二人とも。バイバーイ。うんうん、上出来だね。この先で橋が落ちているんだったね。だったら、はあ、一息つけそうだね。Thank you.
この建物は？寺院の門。アドルの言う通り、あの大樹は信仰の対象だったのじゃろう。よし。釣りがはかどりそうだ。一息つけそうだな。Thank you.
援が必要だ。お、見ろよ、妙な石像があるぜ。なかなか迫力のある造形をしておるようじゃが、はて、石像にしては少々妙な場所に置いてあるの。動く石像、本で見たことある。
リコッタちゃん、動く石像なんて本の中だけのお話です。では、奴はなぜ動いているのだ。私が知るわけないでしょう。来るぜ。行くぞ。よい。僕の番だな。始まりの大樹。でっかい。ああ、間近で見るとすげえ迫力だ。アドル、木の根元じゃ。お前さん自身で確かめるがいい。
私思い出せない。おいおい、アドレ、その子は一体？翼竜型に捕まった時に上空からこの子が見えての、アドルの話を聞いた時になんとなくピンときたのじゃが、先ほど確かダーナってまさかそちらの方が。アドル発見、アドル発見。パロだ、ハロー。パロ、リコッタ。おいおい、パロ、こんな時に何だってんだ。漂流村ピンチ、迎撃戦準備。繰り返す、迎撃戦準備。こんな時にかよ。アドル、彼女を連れて漂流村へ一旦引き上げてはいかがですか。この北部であったこと、タナトスさんや彼女のこと、ドギたちにも相談して状況を整理した方が良さそうです。それが賢明のようだな。もう何が起きてんのかわしにはさっぱりだぜ。
よ。任せなさい。完成よ。では始めましょう。完成よ。では始めましょう。さあできたわ。それじゃあね。そんじゃやるとすっか。了解じゃ。さあかかってこい。Yeah!
なもんだろ。くそ、やるじゃない。ではありましたが、今回は特に攻撃的な個体が多いように思えます。また古代史かよ。さすがに厳しいですね。したのか。アドルさん、加勢するよ。しないでください。
任せておきな。見事なものね。速とパワーだな。女性の旅力とは思えん。どのねえかっこいい。一応はじめましてだよね。私はダーナ。アドルさん、よろしくね。お疲れ様。上出来ですね。Thank you.
Thank you.
ああ、Thank you.